守護領国制とは、室町時代の守護大名による一円的な領国支配体制を指す歴史概念。室町期の守護は当初幕府から数年ごとに部任されており、守護職の交代は比較的頻繁に行われていた。しかし、14世紀末頃になると一定の氏族がその国の守護職を送電するという守護職の固定化が見られるようになっていた。さらに、 同時期までに、守護職には、大盆参加条の剣断剣、勝太郎関の剣断剣、施設巡行剣、犯罪給付剣、結処地給付剣、単戦、村別銭の徴収剣など、軍事、警察的職権から経済的利得権まで広範な、剣能が付与されるようになった。大盆参加条と大番役などの軍事、警察的職権に限定されていた鎌倉騎守護と、比べて、 室町騎士号の権能は非常に拡大しており、両者を区別するために室町騎士号を特に守護大名という。以上のように守護職の固定化及び権能の大幅な拡大を背景として、室町騎士号は両国内の在地領主、土地、人民に対する一円支配を強化していった。守護は犯税給付権や単線徴収権などを根拠として両国内の荘園。 国画寮へ進出していった。14世紀末の王安の藩税令では土地自体を半分割して摂取する権利が守護に与えられた。また、省エ領主、国司と受け負い契約を結び収入の中から領主、国司へ年貢納入する一方で実質的に省エ国画寮を支配していく守護受けも行われるようになった。これらによって守護は 各地の荘園、国画領の下地震試験を主張し、獲得していく。しかし、こうした死後の動向は、荘園領主の利害と真正面から対立したため、荘園領主の中には、朝廷や幕府へ働きかけて、守護不入刑を獲得し、守護と対抗する者も,も現れた。守護は、それまで国史が管轄していた、国が行政、国画領支配にも進出していき、 国画の在庁管理を悲観とすると同時に国画領と在庁管理の所領を支配下に入れ自らの直轄地、守護領を形成していった。守護による国画支配は特に東国で顕著であり15世紀初頭までに守護による国画掌握がほぼ完了していた。一方、西国では国画領に権利を有する皇室、公家、 自社の影響が依然として強く、守護の国が介入はさほど進展していなかったが、15世紀に入ると、徐々に守護家の実施や財調官人の悲観化を通じて、守護による国がの実行支配が進んでいった。こうして、律令制以来の国士の職権は、室町期において、名実ともに消滅したのである。国がを掌握した守護は、 国画行政の基礎資料である大田文による両国支配を行うようになる。大田文には国内の国画領、一部荘園の詳細が記録されており、守護は大田文に基づいて国画領、荘園への支配を強化することが可能となり、ひいては荘園交流制の解体、崩壊が一層進んでいくこととなった。室町期当時、鎌倉期の児童を執事とする。 武士層などの在地領主層を国人と呼んでいた。守護は、前述の在庁官人を含む、両国内の国人層を悲観化し、自らの統制下へ置こうとした。守護の悲観となった国人は多く、これらは守護の家臣団を形成していったが、一方では独自性を保つために、在地の農業経営に専念する、名主層や百姓らと連携して、黒人一揆を結成する。 国人層も少なくなかった。特に機内では国人の独立志向が非常に高く山城や丹波などで守護が数十年をかけても黒人層の悲観化を達成できない事例も見られた。悲観化は守護が悲観黒人らへ所領や調税権などを給与することで行われた。国人らは本領とは別に守護から急分令を与えられていたのである。 非韓国人内の軍役についてみると、本領分、旧分ごとに課せられた例も参見され、国人支配がまだ一元化していなかったことを表す。ほとんどの守護は、幕府の水曜メンバーとして京都もしくは鎌倉に常住しており、実際の両国経営は、直属家臣や黒人層から選んだ守護代に任せていた。15世紀後期、応仁の乱から明王の政変にかけて、 幕府の支配体制が流動化していくと、守護団や有力国人が守護に代わって、両国支配の実権を握る例も見られるようになった。守護の人民支配は、単戦、胸別銭や守護役などの海域を国内一律に付加することによって行われた。単戦、胸別銭とは、元来、朝廷、幕府が臨時経費の調達のため、 守護に命じて国内に均一に付加する租税だったが、後に守護が独自で付加する守護単線へ変質した。また、守護役とは守護が独自に領内の百姓らへ付加した隠し家役であり、多くは夫役の形態をとった。守護役は村落を単位として付加されることが多かった。室町期の人民は黒人層では黒人一揆などの村落の百姓らでは創存。 豪村などの結合形態をとっていたが、いずれも守護の支配を受けていた反面、その独立性をある程度守護から認められてもいた。守護両国政における人民支配は必ずしも強固なものではなかったが、時代を追うごとに人民支配は進化していった。守護両国政は、それまでの武家の支配体制に比べると一円的な支配を進めたという点で画期的だったが、 上述したように必ずしも黒人層、百姓層などを厳格に支配していたわけではなかった。しかし、15世紀末から社会体制の流動化が顕著になると、より強固な支配体制を両国に敷く必要が生じた。こうした変化に対応できた主語もしくは主語を放伐した主語代、国人らは主語不入権などを否認して協力かつ一元的に、 両国を支配する戦国大名へと成長し、変化に対応できなかった守護は没落した。戦国大名が登場すると、守護大名の存在を前提とした守護両国政も変質し、守護両国政は事実上解体されて、大名両国政と呼ばれる体制へ移行した。ありがとうございます。